はい、どうも、アトランティスです。これが多分ね、ため撮りの2本目。まあ、いつ上がるか分かんないですけど、2本目ですね。まあ、ね、巷では、ね、学生さんの人らは夏休みに入ったのかな？で、ね、まあ、多分、受験生だったりとか、まあ、受験生じゃない方も、それ高校受験、大学受験あると思うんですけど、まあね、僕、まあ、こう、大学に、まあ、一般とか推薦とかで受ける人は別ですけど、AO で入ろうと思っている方は、ちょっと注意してた方がいいですね。特に第一志望以外のところを AO で受けようとしている人は、ちょっと、注意が必要ですね。AO 入試って僕も今の大学 AO 入試で入ったんですけど、まあ、合格するじゃないですか、AO で合格したとして、まあ、それでまあ、次の進路が決まったとして、まあ、よかった。それがまあ、第一希望じゃなくて第二希望だったりとかする場合も、なんですけど、だった場合、AO で受かった場合って、その入学することが絶対条件になってるんで、例えば、第一志望の大学を、まあ、センターなり、推薦なりで受けようとして、第二志望のところを AO で受けたとしましたときに、第二志望が AO で受かったとしましょう。で、まあ、まあ、受験はできるんですよ、普通に。そこを拘束する能力はないんで。で、例えば、第一志望と第二志望、両方受かりましたとして、で、自分は、第一志望に行きたいけど、第二志望の AO が受かってしまってるから、そっちに行かないといけないっていうパターンが発生するんですよ。多分僕も、まあ、にわかなんで、まあ、ちゃんと調べてもらったらいいと思うんですけど、AO 入試って結局、その合格した場合に、その入学するっていうのが絶対条件なんで、その入学拒否っていうのができないんですよね。だからもしその第二志望とかを、まあ AO とかで受けようって思ってる場合はちょっと注意した方がいいかもしれませんね。で、まあ、そんな話はちょっとどうでもよくて置いといて、で、今回はですね、今、木曜日に撮ってるんで、昨日ですね、7月24日にあった FNS 歌の夏祭り、僕もほぼ全部見たんですけど、まあそこでちょっとね、乃木坂ちゃんだったりとかね、坂道グループ、のコラボだったりとか見たんで、それの感想なんかをちょっと言っていけたらいいかなと思いますね。で、まあ、とりあえず、最初は、まあ、チューブですね。あの人らって、基本夏にしか出てこないですよね。なんかもう、毎年夏になったら聞くけど、夏以外は聞かないみたいな、なんかそういう、なんて言うんですかね。わかりやすく言うと、その季節限定商品みたいな感じがしません？期間限定とか。そんな感じの商品のような気がしますね。で、まあ、まあそういう、まああって、で、最初に、一番最初に出てきたのが、日向坂が確かその、あれ、東方神起とそのコラボしたやつですね。どれや？これはじゃなくて、どこや？どこや。あときに、あって、あ、これですね。これね、見てて思ったんですけど、これ、ね、ちょっとね、その、コラボっていうぐらいだから、ね、ちょっとぐらい歌うのかなと思ったら、完全にダンスするだけでしたね。日向坂のコーラ。これ多分、日向坂じゃなくても良かったような気がするんですけどね、個人的には。でも、まあ、夏らしいのかな。で、すごい良かったな、と思いますね、個人的には。で、その次が、坂道グループ、坂道シリーズ4グループですね、のメドレーだったような気がしますね、順番的に言うと。あ、違う、その前に、ディズニーコラボがあった。乃木坂ちゃんのディズニーコラボがあって、これね、良かったですね、これ。まあ、ね、歌って踊って、ジャンボリミッキーね。あれ、頭から離れないんですよね、もう。すっごい、多分、普通に10月から、ね、この子たちが乃木坂ちゃんが、歌うんじゃないかな、本当に。で、今回はそれに先立ってってことで、やったんだと思いますけど、
新内さん頑張ってましたね。ね、あの子も最年長で26ですよね、今。27になる年か、今年。ね、オールナイトニッポンでも言ってましたけど、ね、もう自分で言ってましたけどね、なんかもう、デイジーダックのファンになったみたいなことを自分で言ってたんですけど、オールナイトニッポンで。まあ、聞いてない人はね、ラジコとかで、タイムフリーとかエリアフリーで聞けるんで、一回聞いてみてください。で、まあその新内さんも良かったんですけど、その後ろでキレキレのダンスを踊る水木ちゃんね。あれはすごかった。多分、YouTube とか Twitter とかで上がってる気がしますね、動画が。まあそんなに確認してもらったらいいかなと思うんですけど、あのキレキレの水木が可愛かったですね。あと、いくちゃんね。まあ、推しメンなんですけど、推しメンのいくちゃんが、めちゃめちゃ可愛かったですね。で、その次が、ちょっとね、良かったなと思ったところが、で、これ、ね、平成ジャンプとディズニーと乃木坂のコラボって言ってたんで、個人的にはですよ、その見る前までは、まあ前の嵐みたいな形で、その嵐の時は確か嵐と乃木坂ちゃんがコラボしてってことで、まあいろいろ物議ありましたけど、感じかなと思ったら、完全にミッキーと、ディズニーと乃木坂ちゃん、ディズニーと平ジャンだったんで、まあ、平ちゃんと乃木坂ちゃんがコラボするってことはなかったんで、多分そこが、まあ、安心したというか、まあ、そういうところじゃないかなと思いますね。ジャンボリミッキーはマジで見てて面白かったし、可愛かったですね。で、その次が、どっちが先やったかな、あれ。多分、レミゼじゃなくて、多分、坂道シリーズ4グループ、のメドレーだったような気がしますね。まあ、タイムステーブル見たらわかるんですけど、で、ここが、まあ、乃木坂ちゃんがシングアウト。まあ、あったとうなとこですね。かなと思って、で、まあ、ケヤキは一旦、ちょっとびっくりしたんで後で置いといて、で、日向坂がドレミソラシド。まあ、ここも新曲なんでね。まあ、そうかなと思ってたんですけど、で、で、この吉本坂が新曲の、タイトル忘れましたね。何だっけ。やつで、で、僕、その、欅が、僕黒羊だと思ってたんですけど、風に吹かれてもでしたね。そこがちょっと、意外だったのかなって思うのと、思ったところと、あとまあその4グループ合同というかそのメドレーは良かったですね。僕あんまりね、まあ、一応ね、好きではいるんですけど、あんまりそこまで詳しくないんですよ、この、まあ特にその吉本坂は、まあそうなんですけど、この、まあ、番組とかは見てるんですけど、この、まああんまり日向とか欅とかはあんまりそこまで詳しくないんで、ね、もう詳しい方はコメント欄書いてもらったらいいんですけど、で、まあその次が、ここですね。行き過ぎたわ。このミュージカルの時のレミゼのイクちゃんですね。イクちゃん、安定感ありますね、やっぱり。なんて言うんですか。イクちゃんの、まあ、歌ってる声って、前半と後半で全然違いますもんね。ね。普通の他の人って、まあ、メンバーもそうですけど、で、その、最初の方が声出るじゃないですか。普通に考えたら、声出すときって。まあ、伸ばすときだって、その、前半の方が声が大きくて、後半が、まあ、息が続かなくなって、その、こう、伸ばせば伸ばすほど、どんどん声が小さくなっていくじゃないですか。でも、イクちゃんって、前半よりも後半の方が声伸びてません?後半の伸びやばくないですか?やっぱそれは、ね、ミュージカルをずっとやってきてるからこそ、その腹式呼吸っていうんですか?ができるから、多分そうなっていくんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ、
その、それが一番際立ちますよね、いくちゃんの声って。まあ、ね、乃木坂としての曲を歌ってる時もそうですし、その、ミュージカルのメドレーでこういう風に出てきた時もそうですけど、それがすごいなって感心してますね。で、まあ、ほぼほぼ、ね、ちゃんと全部見たんで、まあ、大体の感想は言えるんですけど、まあまあ、特に言うこともなくって感じですかね。ただ、あれですね、今回は、なんかその、前みたいになんか、アニソンのコラボメドレーとか、そのアイドルグループの前一回ありましたよね。まあ、この番組じゃない、この番組っていうか、この曲じゃなかったと思いますけど、その、アイドルの、まあ、AKB グループと乃木坂、その坂道グループが、確か、メドレーやるんですけど、最後多分ごっちゃになって、グループシャッフルして、やるみたいな、あったような気はしますけどね。そういうのが、まあその、まあ、もう見たかったかなっていう勝手に思ってますね。まあ、だからその来年以降、どうなるかわかんないですけど、楽しみにしたいなと思ってますね。すごいですね。普通に考えてこれ4時間半やってるんですもんね。まあ、僕は、まあそうですね、その坂道グループが好きっていうので、まあそこを、まあ、そこだ、最悪そこだけ見れたらいいかなと思ってたんですけど、結局、ね、7時から始まってほぼ全部見てたんで、4時間、ほぼ4時間半丸々見てるんで、で、やっぱ、ね、その、ミュージカル杯、まあその宝塚の人もそうですけど、ね、やっぱすごいですよね。見てて。もうほとんど喋ることなくなったんで、そろそろやめたいと思うんですけど、で、まあ、ね、で、今回、その、日向坂のその最初の東方神起とのコラボのとこだけですね、がちょっと気になったかなっていうのは、思いますね。また来年はまあどうなるかわかんないですけどね、楽しみにしたいなと思います。では今回はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございます。